高専在校生に送る英弱、数弱を脱する方法、改善点とか、そういった人たちのできていないところ、特徴を挙げていこうと思います。 やっぱり中学校の時はそれなりにできていたんだけど、高先生になって勉強してる割にはあまり実力ついてないかなとか手応えを感じてないかなっていう方がいらっしゃるかもしれません。そういった人たちにとってすごく有益な情報になるので必ず大切なところ、ポイントだよって言ったところはメモしておいてください。よろしくお願いいたします。あのね、ぶっちゃけやる気がない人は救えないんだけど、やる気があって自分なりに努力してるんだけど、なんかいまいちしっくりきてない。 そういった人たちはね、ぶっちゃけ救えます。救えるので、今回の動画しっかり聞いておいてください。よろしくお願いします。 じゃあ、ちょっとね、僕が、まあ、プロが、言語化していきたいと思います。何が足りないのか、何をポイントとして、中学校の時の勉強から、高専の勉強、頑張っていかないといけないのかっていうのを説明しようと思います。それではいきますね。まず、英語一つ目。まあ、具体的に言うと、全知詞プラス名詞を塊で見れてないっていうところが一つ目のポイントかなと思います。まあ、具体的にはこんな感じです。ま,あ、まず、全知詞を覚えないといけないんですけど、大体わかりますよね。こいつら全知詞が来たら、単体で見るんじゃなくて、 かつ、動詞とセットで見るっていうよりかは、ね、あ、動詞か、動詞とかね、go to とか、動詞とセットで見るっていうよりかは、まず、名詞とセットで見てください。前置詞は名詞とセットで見る。前置詞は名詞とセットで見る。まずこれメモってもらっていいですかね知らなかった人は。知ってる人は大丈夫です。前置詞は名詞とセットで見る。前置詞は名詞とセットで見る。で、ポイント二つ目。形容詞か副詞になります。形容詞か副詞になります。これもメモってください。形容詞か副詞になります。 形容詞か副詞になります。全知詞プラス名詞は形容詞か副詞になる。で、形容詞は名詞を修飾します。形容詞は名詞を修飾します。これ大事ね。形容詞は名詞を修飾します。で、この場合、全知詞プラス名詞は後ろからです。全知詞プラス名詞は後ろからです。全知詞プラス名詞は形容詞として名詞を後ろから修飾します。ここまで OK ね。これポイント3つ目です。で、ポイント4つ目、副詞は名詞以外にかかります。 ま、文全体か動詞を修飾します。副詞は名詞以外にかかります。基本的に動作とか、なんか条件の説明みたいな感じのことが多いです。副詞は名詞以外を修飾します。OK でしょうか復習しますね。全知詞プラス名詞をまず塊で見る,見るようにしてください。これできてないと結構厳しいです。で、全知詞プラス名詞は塊。で、全知詞プラス名詞は形容詞か副詞になります。形容詞か副詞になります。で、形容詞は名詞を修飾します。 形容詞は後ろから名詞を修飾します。この場合は後ろからです。普通前とかなんだけどね、a pretty girl とか、a interesting book とかなんだけど、この前置詞プラス名詞は後ろからです。で、ラスト。副詞は名詞以外にかかります。じゃ、あまずこれ一つ目ね。この大き、大きいくくりでの一つ目。これをまずできるようになると、かなり変わります。かなり変わります。めちゃくちゃわかりやすくなります。で、次行きましょう、えー。こんな感じね。このように、on the table。テーブルの上にいる猫ちゃんは玉です。っていう風に、 これが一つの大きな主語っていう風に見れるようになるから、結構ね、効率が上がる。まあ、後でこの話するんだけどね。とりあえずこんなイメージです。よろしいでしょうか全知識プラス名詞を塊で見れてないと、あれこ、これなんだろうえ、ザキャットオンザテーブルえ、ど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 こ,どどこまでが主語みたいになっちゃうんですね。うん、これ気をつけてください。じゃあ二つ目行きましょう。区ですね。塊で見れてない。塊で見れてない。 これね、できてない人の特徴ですね。塊で見れてない場合、どこからどこまでが主語なのかとか、そもそもたくさん英語が書いてあって、まあ、処理に時間がかかってしまう。だ実はね、これ塊で見れてる場合、ここからここまでが主語だから、ここからここまでがたった一つの言葉に見えてくるんですね。練習していくと。で、これもたった一つの言葉です。そう。このように塊で見れるようになると、二三語がたった一語に見えてきます。たった一語に見えてきます。 ここがすごいところなんですね。だってこれよく見てください。これ長文の問題があったとして、こういうふうに、塊で何かに作用するってことを知っていれば、ね、これ1語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 カウントだからそう。例えば、500語の長文だった場合、200語ぐらいに見えたりするんですよ。極端に言った場合ですよ。うん。これいいことですよね。だからこれ身につけてください。じゃあまず、どんな種類があるのか説明しますね。まず、塊で名詞になるか、塊で形容詞になるか、塊で副詞になるか。 実は3分の2はもう1個前のスライドでやってます。全知識プラス名詞は塊で形容詞が副詞になるよっていうふうに言いましたよね。だからこの中の3つのうち2つはもうやってます。塊で全知識プラス名詞、形容詞で就職している。だからほやららかんたらな男性っていう一つの言葉に見えるわけですね。一つのワード。これが塊で見るっていう、まあ、作業です。で、これもそうです。2年間勉強し続けてきました。 言ってるんでこれもたった1つの情報、塊で見ると3語が1号になるという、ね、あの手順になってきますでこのように主語と動詞を含まない2号以上の塊のことを句と言います、句です、句文法用語なんで暗記は必須ではないんですけど、まあ、常識として知っておいてもらえるといいのかなとうう思いますで最後、ですね名詞句あまりこれは、ね、意識しないんですけど動名詞とかそういった時にですに、ね、塊で名詞で見るよねここからここまでが SVO だよねっていうふうに見ることもあります。 じゃあまず一つ目、塊で見れてないの、句ですね。SV を含まない2語以上の塊を1語で見ることで、情報処理っていうのが楽になるよ。2語以上を1つの塊で見るということで、たくさんある英文を、英語のね、えー、単語を、すごい縮約することができる。情報処理を楽にしてくれる。っていうことで、塊で見るっていうことを必ずしておいてほしい。で、そのわ技の一つとして、この句ですね。 えー、塊で名詞、塊で形容詞、塊で副詞。っていうのを見れるようになるとかなり楽になってきます。よろしいでしょうか。じゃあ、引き続き行きますよ。句が来たら説もやっておかないといけません。次は、主語と動詞を含む2語以上の塊を一つの言葉として見ていきます。それじゃあ行きますよ。まず一つ目、塊で名詞パターンですね。塊で名詞になるっていうパターン。これはね、何か、例としては接、接続詞プラス SV。接続詞プラス SV。 まずこれポイントですね。接続詞プラス SV は塊で、この名詞になることもあるし、副詞になることもあります。これ書いておいてください。接続詞プラス SV は、さっきの前置詞プラス名詞と同じノリで、前置詞プラス名詞と同じノリで、塊で名詞か副詞になります。さっきはどうだったかっていうと、形容詞か副詞になってたんですね。前置詞プラス名詞は、形容詞か副詞にはなるんだけど、接続詞プラス SV はどうなるかっていうと、 名詞か副詞になります。名詞か副詞になります。よろしいでしょうか接続詞プラス SV は名詞か副詞になります。接続詞プラス SV は名詞か副詞になります。じゃあ名詞パターン見ていきましょう。接続詞プラス SV が名詞になるパターンはこの3つしかありません。接続詞ザットか接続詞 weather か接続詞 if。え、if ってもしって意味があるんだけど、実はこの名詞で使われる場合、S が V するかどうかっていう風に訳します。 S, S が V するかどうか。S が V するかどうか。で、基本的にこれ全部ほとんど同じ意味です。S が V するということ。S が V するかどうか。基本的にここが塊で名詞になります。だから大きく見ると SVO になるわけです。じゃあこれ英語できる人ってどう見れてるかっていうと、ここがたった一つの言葉に見えてるんです。彼女が彼のことを嫌いだ、えー、嫌いでは、えー、好きではなかったということを彼女は言っていた。これ強くないですかこれを全ての英文に適用してください。 そりゃ差つくよね。英語できる人とできない人。だって英語できる人、これたった一つの言葉に見えてるんだよ、塊で。そりゃ処理能力の差ってつきますよね。で、こういうのを基盤として作って演習やりまくったら僕も TOEIC 九百935点取れたので、皆さんでもできるはずなんですね。だって僕これ、英語ね、最初できなかった時、もう、この、この文読むだけでも結構きつかったですもん。どこからどこまでがどういう意味で、どこまでが主語かっていうのを取れ、読み取れなかったので、まずこういうのを基盤に作ってやっていただくとかなり変わってきます。で、 今回の動画で、あのー、自分なりに勉強できる人はもうそのままでいいと思います。うん、どんどん自分の勉強をね、我流でやっていっていいと思います。この基盤がなくて我流でやってたから、まあ、その、効率的じゃなかったっていうことなんでね。うん。で、この話を聞いても、ちょっとうまくできないって人は、まあ、他のね、YouTuber の英語の動画を見たりとか、ちょっとそういう英語専門の塾とかに通った方がいいかもしれない。で、次行きましょう。名詞に関して終わりです。で、次。 形容詞説っていうのを行きましょう。これはね、接続詞関係ないんですけど、これはどういうことかっていうとですね、関係代名詞。覚えてますかね中3の時の関係代名詞のことを言ってると思ってください。まあそうですよね。関係代名詞って確か名詞を詳しく説明するものだったので、関係代名詞を主語として、で、こうですよね。うん、ここが SV になってるから、主語と動詞を含む、ね、就職している。名詞を就職しているから形容詞。 さっきやりましたよね。形容詞は名詞を修飾します。形容詞相当のものは名詞を修飾する。形容詞相当のものは名詞を修飾する。で、この、まあ、説、SV を含む説としては、まあ、形容詞説は、まあ、関係代名詞説が、まあ、代表例ということになります。ほとんど関係代名詞説ですね。うん。これただそれだけです。だこれを塊で見ることで、あ、名詞を修飾している塊だなあ。そういう機能を持つ塊だなと見ることで、ここ全体を主語と見ることができる。あ、だから、この人が、 イコールこれなんだなって見ることができれば、かなり処理能力、まあ、処理速度上がると思うんですね。よろしいでしょうか。で、ラスト行きましょう。え、塊で副詞になることもできます。接続詞プラス SV で副詞。接続詞プラス SV で副詞。まあ、これはね、このパターンです。さっき言いましたね。接続詞プラス SV で名詞になるか副詞になれますよって言いました。で、それの2パターン目です。副詞説ねなので、副詞は名詞以外にかかる。 副詞は名詞以外にかかる。まあ、一個二個前でやりましたよね。副詞は名詞以外にかかる。形容詞は名詞にかかる。副詞は名詞以外にかかる。形容詞は名詞にかかる。そういう風に言ったはずです。なので、今回副詞説なので、やっぱりここにかかってくるわけですよね。私が10歳だった頃、彼女に会いました。だから動作だったりね、名詞以外にかかっているわけです。で、接続詞プラス SV も、 まあ、福祉になれると。で、割合としては、1対9ぐらいです。出てくる割合としては。まあ、2対8とか1対9のイメージね。実際の統計を取ってるわけではありません。基本的にほとんどの獣医接続詞獣医接続詞。獣医接続詞って何かっていうと、あ、これ接続詞って意味ね。あの、コンジェクションね。獣医接続詞って何かっていうと、守護同士を引き連れることができる。引き連れてこれる接続詞なんですけど、大体、獣医接続詞の8割ぐらい。まあ、8割、9割のイメージが福祉。ほとんど福祉です。 で、こういうふうに、塊で目的を、まあ、名詞になったりする場合は、まあ、この3つ、大体この3つを押さえておけば大丈夫ってイメージです。よろしいでしょうかなので、この塊で見ることによって処理能力が上がる,上がるので、まあ、塊で見るってことをしっかりやってください。よろしいでしょうかそれでは次いきますね。はい、3つ目。品詞にこだわってない。まあ、これね、英語できる人はこんな感じで見れてるんですよ。ね。いこんな感じですよね。うん。じゃあ、これ、英語ができない人が見た場合どうなるかっていうと、こんな感じです。 ここまでが主語え、ここまでが主語え、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 これ何コンサートえ、関係ダメ詞え、これ就職してんのえ、え、え、ああみたいな感じなんですよ。で、これなんでこんなこと起こるかっていうと、やっぱり瀕死にこだわってないからなんですね。ここって名詞なのかな動詞なのかないやーでも、ここを仮に名詞だと仮定したら、動詞が、全体の動詞がなくなっちゃうから、あ、じゃあここ動詞になりそうだな。 っていう練習ができていない場合、このように見えてしまいます。でこういう品詞にこだわる練習をしておくと、こんな風に見えます、ね。先ほどここを名詞だと仮定した場合、矛盾するので、ここ、動詞確定です。で、あ、この S が V の状態だよ、で、これを Requires しているよっていう風に読み取ることができます。じゃあ、この z は関係代名詞の z じゃなくて、塊で名詞を作る z だな、さっきやった z だなっていう風に気づくことができます。 で、これね、公文解析って言うんですけど、これ後で説明します。だから、この品詞にこだわるってことをやってみてください。この単語は名詞なのか、動詞なのか。この単語は名詞なのか、動詞なのか。このザットは接続詞のザットなのか。それとも関係代名詞のザットなのか。ね、このスペシフィック、フィックっていうね、この、これがヒントなんですけど、これ形容詞なのか、副詞なのかとか。あとこれ、動名詞なのか。 現在分子なのかとか、そういう品詞にこだわっていくとかなり変わってきます。どこからどこまでが塊なのかとかっていうヒントになるので、品詞にこだわるようにしてください。で、品詞がわからない場合は品詞の勉強から始めてください。よろしいでしょうかね。はい。ということで、次行きましょう。えー、これですね。公文解析にこだわっていない。s v o c m の振り分けができていないあ。ぶっちゃけ、これができればもう完璧です。要するに、今まで解説してきた英語の1、2、3、4を一気に練習できる方法がこれです。 公文解析。まあ、まず自力で解いた後に、こういうね、長文とかを練習するときに、もう何もない状態で自分でこれを全部触れるようになってほしいんですね。これ公文解析って言います。こういう SVOCM とか、どこがどこを就職しているのかっていうのを自分でこうやってね、書き込むことを公文解析って言います。もう一回言いますよ。 白文ね、白文。何も書いてない英語長文に対して SVOCM とかどこがどこを就職しているのかっていうことを書き入れたり考えたりすることを公文解析と言います。まあ、言い換えると SVOCM の振り分けをすることになりますね。ということはですよ、おすすめは解説にこういうね、公文解析した後の解説が載っている教材を使った方がいいです。で、これを慣れるまで、どんな文が来ても9割方わかるぐらいまで 徹底的にこれやり続けてくださいこれがおすすめですこれめちゃくちゃおすすめですもうあどんな分が来ても大体ね9割9分ぐらいはまあまあまあ外れないなとかどれが副詞でどれが前置詞でどれが名詞でどこが主語かっていうのは大体分かってきたなっていうぐらいになるまでもうこういう解説が載ってる教材を使って徹底的にずっとその練習をしてくださいでだんだん分かるようになってきたらまず何もない状態で解いた後にまあこの作業をするとか で、大体9割9分できるようになってきたら卒業です。やらなくていいですあ。ちょっと分からなかった時だけやるぐらいで。それおすすめです。うん。まず、一つやり方決めてやるんだったら、今言ったやつがおすすめです。うん。うん、やってみてください。まず、公文解析をすることで、今言ったこの3、2、1を全部練習できます。一気に練習できます。まず、この3つを一気に練習する方法として、これを提示します。これ、ちょっとやってみてほしいですね。本気で英語をやりたい。もう、なんて言うんだろう。 もう他の人をつい許さない本当の英語力を身につきたいならば、特にリーディング、これやってほしいですね。よろしいでしょうか。結構きついですけどね、かなり効きます。大体初心者抜け出すために必要な勉強ね、勉強量は、大体この公文解析を、僕の場合は、まあ、2 300語ぐらいの英文をまず20パッセージ最初やりましたね。で、その後に、まあ、ちょっと難関大ぐらいの、まあ、その5行、6行ぐらいある、まあ、 過去本の抜粋を50代ぐらい公文解析したかなそれぐらいから大体の標準レベルの英文だったら、まあ大体わかるようになってきました。うん。それぐらいの感覚。だからまず基本的な内容。教科書レベルでもいいです。学校に使ってる教科書。でも解説がないよね。公文解析の。この公文解析の解説がある教材を使って、大体まず最初5パッセージ、10パッセージっていう風にやってみるといいかもしれません。まず白文で自分でこう割り振ってみる。最初手も足も出ないと思いますから、答え見ながらやってもいいかもしれません。 はい。ということでございます。はい。ということでね、あ、英単語もね、必要なんですけど、今回これも話しちゃうとすごい長くなっちゃうので、過去にね、英単語の、まあ、その、覚え方、コツっていうのを取ってますから、これ概要欄に添付しておきます。ぜひともこちらね、利用してください。まあ、これもね、純粋に英単語を知らないとダメだよってこともあるんですよ。英 <laughs> 単語を知らないから、まあ、そもそもこのね、<laughs> 区分けが分かんないとかっていう話もあるんですけど、これ言ったら元も子もないので、まあ、とりあえず英単語も、 はしっかり覚えていかないといけない、百語、二百、三百って、覚えていかないといけないってことで、まあ、これも一応挙げ,げさせていただきます。はい、それじゃあここまでで英語です、えー。あとね、今言ったことを、まあ、高専一年生から三年生で習う。すべての英文法事項を、もう今言ったことを念頭に、今言ったことがすべて身につくように、全単元解説している。あと、長文演習もついている教材をね、あこれ販売していて、今、だいたいね。 まあ、5、6年で、延べで計算したら1000人以上受講してくれています。で、今年度は、まあ、2、300人申し込みがあって、これ受講してくださっているんですけど、もうかなりね、これ周りと差別化できると思います。もしよろしければね、これ気になった方は概要欄添付しておくので、チェックしておいてください。えー、先取り学習差別化計画パックという講座になっています。はい、それでは引き続き行きましょう。数学ですね。まあ、こっち気になる人多いかもしれません。数学。数学で、まあ、伸び悩む人とか、定期試験取れるけど、ぶっちゃけ力になってない人。 え、そういう人たちはね、ちょっと気をつけてほしい。うん。編入試験の時に困ったり、まあ、なんか、勉強頑張ってるけど、いまいち、数学の能力身についてないなとか、え、そういった方がね、おち入りがちな、えー、気をつけるべきことです。まず一つ目。公式の覚え方を工夫していない。まあ、これはそもそも定期試験の点数が取れてない人とか、覚えが悪い人に共通する、まあ、特徴です。例えばこれ、過法定理を覚えなさいって言われた時に、なかなか覚えられませんって人がいれば、まあ、こういう見方ができてたよね。 こういう見方ができていない。サイン、コサイン、コサイン、サイン。あ、鏡写しになってるな。SCCS とかね。あ、角度は順番にアルファベータ、アルファベータって並んでるなっていう特徴が見れてないっていうパターン。また、他にもね、こういう因数定理、最初ら辺に習いますけど、まあ、これをね、見てもわかんないですよね、最初。教科書に書かれている内容を見てもね、これどういうことだって思うかもしれないけど、言い換えてよく。FX に A を代入して、まあ、この結果がゼロになったのであれば、これで割り切れると。あ、すなわち割り算してもいいんだとか。 ね。割り算して余りがゼロになるんだとか。あ、因数に持つってことは因数分解したい時に使えそうだよね。っていう風に、教科書に書いてある簡潔な文を自分自身が理解できておけるような日本語に書き換えておくってことがすごい重要になります。これを全範囲でやってください。これが結構重要です。いいですかね。で、あと他にもこのね、予角の定理っていうのがありましたよね。これ。9 0タとシータって見たらよくわかんないんだけど、これも言い換えることが大事です。これよくわかんないですね。最初勉強するとき。えぇ、ー。 ってなるんですけどこれも足して90度になる角度であればこの変換ができるよ。サインをコサインに変えれるし、コサインをサインに変えれるし、タンゼントをとンゼントの逆数に変えれるということになります。例えば具体例で言うと簡単ですよね。もう足して90度になるような角度の関係だったら cs、あ、sc、cs、 単純と単純と逆数っていうふうに書き換えることができる定理なんだっていうふうに日本語、自分がわかる言葉に書き換えておけばそれぞれの公式っていうのは覚えが良くなったり運用しやすくなったりしますなのでしっかりとこの記号だけの公式記号だけの公式記号だけの公式簡潔に示された定理っていうのを赤ちゃん言葉でもいいので自分の言葉にしっかり直して 自分が使える状態に書き換えておくってことがすごい重要になってきます。これをすべての範囲、まあ物理もそうですけど、物理も数学も、そういう理系の科目はすべてそういうふうにやってください。昔の人はこういう日本語、いちいちいちこのに長ったらしい日本語をいちいち毎回言うのがめんどくさいから、こういう記号で表してるだけなんですね。こういう記号で表してるだけなんですね。簡潔に表してるだけなんですね。だから、初心者が勉強するときは、これだけ見たら地獄なんですよ。逆をしないといけない。 省略する前のここをしっかりと言語化して、自分の言葉に直して、あ、こういうノリね、ということで、感覚的に理解しないといけない、ということになります。よろしいですかね。はい。ということで次行きましょう。まあ、予言定理とか正弦定理も一緒です。予言定理、正弦定理、この記号の羅列を覚えても、テストで使えたり、いつこの公式が出てくるのかっていうのは分かりません。どういうふうに覚えるかっていうと、予言定理はまず三角形のとき、制定理は三角形が外接円にねえ、こういうふうにぴったりくっついてるときに使うと。 で例えば、ここを求めたいときは素材としてこの2辺と1つの角度が欲しいですよあなるほど、ここをターゲットとしたとき素材としてここが必要なんだなっていうふうに理解すると3本もして覚えなくていいですよねここが欲しければここが必要だここが欲しければこれが必要だでここが欲しければこれが必要だ いちいちこれ記号全部覚えなくても大丈夫ですよね。向こう岸の辺が欲しければ、向こう岸の角度とそれ以外の辺を使う。っていうふうに覚えるといいでしょう。あと他にもコツとしては、三平方の定理っぽいですよね。90度じゃない、角度が90度ではない、えー、その三角形だよね。一つも90度がない三角形において、三平方の定理を使って、あ、ここで調節しているのかなと。 三平方が成り立たない分、ここで調整を行っているのかなっていう風に覚えると、結構覚えやすいと思います。よろしいですかね。三平方でまず出して、ここで調節っていう風に覚えると、結構予言定理を覚えるんじゃないかなって思います。こういう風に記号の羅列で覚えるのではなくて、今言ったように、自分に覚えやすいように、自分が覚えやすいように変換をしてあげるってことがすごい重要になってくるわけですね。で、制限定理も一緒ですね。例えば、ここが欲しい場合、この辺が欲しい場合は、例えば、ここを使う場合、 向こう岸の角度と R、外接円の半径が分かれば、スモール C に関する方程式解けるなとか。じゃ、例えば、ここ、ここの式を使おうとしましょう。ここ方程式立てるとしたら、じゃ、例えば、角度が欲しいと。sin large b。この large b の角度が欲しい場合は、向こう岸のスモール B と、このね、スモール C と large c の角度が分かっていれば、まあ、きちきちきち。分かってる分かってる分かってる。分からない。4つのうち3つの量が分かれば、 この制限定理っていうのは使えそうだなってことが分かりますよね。ではまとめると、ここ使う場合は3つのうち2つ分かっていれば残りの1つがわかるで。例えばここ使う場合は4つのうち3つ分かっていればラストの1つがわかる。っていうふうに使い方までいつ使うのか、どういう状況の時に使うのか、じゃあどうやって使うのか、どういうシチュエーションの時にこの定理をね発動できるのかっていうのを言語化しておけばかなり分かりやすくなるのかなというふうには思います。よろしいでしょうか。 じゃあ次行きましょう。二つ目。式変形の根拠にこだわっているかどうか。これどういうことかっていうと、これね、ヘロンの公式っていうね、あの三辺が分かれば三角形の面積が分かるっていう公式なんですけど、この時に、なんて言うんだろう。まあ、公式の証明しかり、こういうね、中学校の時みたいなこの解説を追う時しかり、解説読む時とかこういう公式の証明見るときに、しっかりとなんでここがこの式変形になったのか。なんでこれがこの式、ね、この式に変形できたのかっていうのを、しっかりと考えれてるかどうか。 これ論理思考って言いますよね。なんでこの式になったのか。なんでこれがこの式になったのか。なんでこの式がこの式になったのか。っていうのをしっかり、そこから逃げないっていうところ。これね、おろそかにしておくと、あいると、だん,だん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 ずれていって、負債が溜まっていって、わかんなくなります。ここから逃げないようにしてみてください。基本的には、もう、なんでこの式変形になるのかって来た時に、しっかり粘ってください。うん。 調べたり、人に聞いたり、解説調べたりして、絶対にそこから逃げない。この姿勢がめっちゃ重要です。物理とか数学でね。うん。この式変形の時に、なんでその式変形になったのか、何の公式使ったのか、どういう法則をね、使ったのかっていうことをしっかり向き合う、考えることで、数学の式変形をね、こう、見たりする力が増えてきます。うん。これね、めちゃくちゃ重要です。しっかりと身についてく、身につけてください。式変形の根拠にこだわる。なんでその式変形なのかって考えた時に、逃げない。あ、なんとなく、 うん。よくわかんないけど、こういう風に変形できるんでしょみたいな。うん。これよくないね。うんあ。こう書いてるけど、これ使いました、これ使いましたって書いてるけど、これをしっかりと読み取る。うん。書いてなくても自分で調べたり考えるってことが重要になります。まあ中学校の時こうやってね、あのやってたと思います。これと結局同じ話です。難しさが変わっただけでやってることは一緒ってことです。はい。で、この式変形の根拠にしっかりこだわってください。なんとなくノリでやらないように。この式変形。まあ、飲み込んで、 よくわかんないけど、こういうことなのかなっていうふうに暗記しちゃわないようにした方がいいです。それでは次行きましょう。え、3つ目。用語の、用語の定義、定理の意義とかを考え。まあ、例えばこういうことです。コ、ま、ー、あ、法、ラジアンですよね。ラジアンにおける角度はそもそもどうやって決めてるんですかえ ?2 分の π ってどっから来たの ?3 分の π ってどっから来たの ?2π ってなんで360度なのなんでなんでなんでこれ、分かってますか勉強するときにしっかり調べれそうですかあと、複素数のね、この絶対値記号と複素数ってこれ、どういう意味だったっけとか、どうやって求めるんだったっけとか、 あと、最小公倍数とか最大公約数、これ用語だけど、そもそもこれって説明できますか、皆さんっていう姿勢。勉強するときに、そもそも、古道法のラジアンって何ですかどうやって定義されてますか丸暗記じゃダメですよね。いつか積みます。複素数の絶対値記号って、これ記号で決めてますけど、記号で決めてますけど、どういうこと、どういう定義でしたっけ最小公倍数と最大公約数、小学校からやってますけど、ちゃんと説明できますかあと、これですよね。古道法で勉強するこの公式、なんで成り立つんですか 上与の定理なんですごいんですかなんで定理って名前がついてるんですかなんでね、ありがたい、ありがたいんでしょうかあと、このね、最小公倍数とか最大公約数の求め方手順は暗記したかもしれないけど、これちょっとレベル高いやり方だけど、あの、なんでこれで求まるのかってちゃんと解放暗記した後に、なんでその解放でこれが成り立つのかっていうことを考えてますかそれしないとぶっちゃけ手順だけ暗記している人になって、あんまり数学勉強してる意味ないよね。 まあそれも大切だけど、まず覚えること大事だけど、そっから先をやらないといけないよね。覚えた後になんでそれで求まるのかっていうのをしっかり考える。これも論理思考ですよね。さっき勉強した。で、最後、そもそもサインシータコサインシータってそもそも何ですか何を表してんのサインシータコサインシータって。ちゃんとこの記号とか用語の定義、押さえれてますかそもそも何に役立つんですかこの三角関数って。なんか、例えば、こう斜めのものにかけたりするけど、r サインシータとかってかけたりするけどな、な、な、なんでこんなかけてんの <laughs> そもそもなんでこんな勉強してんのそういうね。 こういうところからしっかりと抑えれてるかどうか。明確に言葉にできるかどうか。で、そうすることで、遠回りに見えるけど、実は、そっちの方が、まあ、なんていうんだろう。暗記とかにつながりやすい。めちゃくちゃ頭に入るんですね。ストーリーになってるから、長期記憶になりやすいんですよ。人間の脳ってそんなもんだから。うん。ということで、次行きましょう。公式の動質トレース。次ね、これです。あのね、動質過程は覚えなくていいんだけど、トレースはしておいた方がいいです。なんでかっていうと、これもさっき言った、ストーリー記憶になりやすいから。あ、 そもそもこの公式から変形して、で、角度とかを全部変、変だよね。変の長さに変形して、あ、3辺分かれば面積が求まるんだっていう風に書き換えただけなんだ。あ、なんだなんだ。元々は結局この公式だったんだって分かったりしますし、まあそもそもこのね、暗記しにくそうな、これ暗記するの嫌だなって思ってる式でも、あ、だいたいこのね、あの、<laughs> このサイン C、サイン C をこの公式、あの、この三角関数の相互関係の式を使って、 あ、無理やりルート出てくるから、あ、ヘロンの公式は確か、まあ、ルートあって当然だよなっていう風にストーリーで覚えれたりするわけですね。だから、公式の動出をちょっとトレース、2、3週トレースしておくだけで、その最終結果の、最終結果のこの定理とか公式の結論っていうのが頭にすごく入りやすくなるんです。だから、ここ覚えなくていいんだけど、ここを何回か繰り返すことによって、ここの記憶がより強固になるっていうイメージの方が近いと思います。だから、いきなりここを、まあ、まずこれ数値代入して問題解く ってことも大事ですよ。なんかね、これ公式にこの値代入して、ああ、ガチャガチャ計算して解けました。やったこのね、モチベーション管理としては大事なんだけど、その次の作業としては、まず、なんでこの公式もそも出てきたんですかっていうふうに考えてほしいんですよ。疑ってほしいんですよ。で、それを何回かね、この式変形ちょっと苦労してね、ちょっと嫌な思いしながら、なんでこうなるんだっていうふうに、なんでこうなるんだ、なんでこうなるんだってちょっと苦労した末に、ストーリーを理解して、あ、なるほど、だからこれが出てきたんだ。 で、この時に頑張ったストーリーとかそういう過程、プロセスっていうのはより結論である定理とかこの主張である公式っていうのを記憶しやすくしてくれます。でこれをね、過程は覚えなくていいけどこいつを覚えやすくするためにトレースは何回かした方がいいですよってことはお勧めします。特に物理と数学は全範囲やった方がいい、ぶっちゃけ。うん、ぶっちゃけ前半にした方がいい 大学によっては、そもそも、この公式の導出自体が試験問題になったりすることはあるんですよ。皆さん聞いたことあると思います。大阪大学とかね、東京大学とかで、下方定理の導出出ましたとか、点と直線の距離の公式の導出のね、問題が出ました。そのまま出るときがあります。うん。これぐらい大事ってことね。数学を勉強する上で、この姿勢は大事ってことを示してますよね。大学入試に出るっていうぐらいだから。はい。ということで、これもね、結構数学上達するために大事なことです。はい。ということで、まあ、ぶっちゃけですね、この公式の、 動物もぶっちゃけ英語と同じで、まあ、ぶっちゃけこの練習を全部含んでますよね。用語の確認、定義の意義、えー、あと、これですよねあの。式変形の根拠にこだわってるかとか、公式の覚え方工夫してますかっていうのを、これ一気に一気に練習できるのが、これって感じですよねあの。今紹介した4つ目である、こいつ。うん。まあ、今言ったことを、まあ、勉強に取り入れれば、かなり勉強の質が上がる。最初苦労するかもしれないけど、 最初時間かけてるあれになかなか成果出なかったり楽しくなかったりするかもしれないけどある一線を越えてから一気に成長する方法です今日紹介した英語と数学ね今日紹介した英語と数学のコツっていうのは最初きついですぶっちゃけ谷にあいつ出まかせ言ったんじゃないかって俺のことをねちょっと疑うかもしれない谷にあいつ谷の言う通りにしたけどあなんかちょっとね成果が出ないぞあいつ嘘言ってたんじゃないのかって思うかもしれないけどここまで耐えて <laughs> ここら辺まで耐えてこ,ここら辺まで この方法は、マジで、最初はなかなかきついし、成果が出にくい方法。でも、それって、本物だからなんだよね。本当に実力、実力がつく方法だから、そう簡単に身につかない。ただし、一戦を超えたのであれば、もう無双よ。もうこ、ここら辺に来たらもう無双よ。適当にやってるやつら、適当に勉強してる高先生たちなんか、もう相手じゃないって。本当にマジで <laughs>。ここまで耐えれたのであれば、もう勝ち。君らの勝ち。 ここら辺に来たら勝ち。これは人による。まあ2、3ヶ月はいるかもしれない。2、3ヶ月ぐらいはちょっと耐えないといけないかもしれないけど、マジでここまで来たらあとは勝ちよ。うん。あとは基本ベースに我流でどんどん勉強していけばいいだけ。うん。なのでちょっと信じて頑張ってみてほしい。今日言ったことはね、見返したりして。うん。飛ばし飛ばしでいいから見返して自分の勉強に取り入れてみてほしい。 これをね、低学年の時からできたら、もう編入試験とかマジで楽だし、もう選択肢が無限に広がると思います。これは物理数、まあぶ。ぶっちゃけね、数学のやり方は物理でもほとんど一緒です。物理とか科学にも取り入れてほしいかなっていうふうに思います。で、ぶっちゃけクラスとか学年に、まあ、90点取りまくってるやつらとか、めっちゃ勉強できる人は、これを意識的にやってるかもしくは無意識的にやってます。 意識的にやってるか無意識的にやって無意識的にやってあのここにいますここの領域にいます皆さん <laughs> 周りの勉強クソできるね同級生がいるとしたらもう皆さんここにいますでそ,その人たちは多分今日言ったことの8割9割を実践してるだからみんなももし努力してるけどなかなか伸びないって思ってる人は今日言ったことを愚直にまず取り入れてちょっと数ヶ月継続してみてほしいと思う皆さんが 勉強でね、こう跳ねること、成績バコンって、定期試験の点数とかじゃなくて、普通に実力をバコンって伸ばせるっていうのを期待してます。頑張ってください。はい。ということで、まあちょっと教材ね、今日言ったやり方、今日言った内容っていうのをふんだんに盛り込んだ線形代数微分析分1を全範囲、まあ解説している。この教科書丸々一冊、すべて講義している。まあ数十時間コマがあるんだけど、これ1万円で販売している講座とか、あと、この教科書ガイドね、この第日本図書の、この教科書、基礎数学、えー、この線形代数微分析分1、 こいつらを、まあ、解説、PDF ファイルで解説をバーって詳しく書いてる、まあ、PDF 教材。で、序盤とか中盤に行った、この先取り学習差別化計画パック、高専1年生から3年生までの、まあ、物理数学英語の、まあ、今日言ったやり方を抑えた。 ああ、講座、授業動画、まあ、100時間以上の授業講座を、ま、だいたい1万円で、めちゃくちゃ破格で販売しているので、もしよろしければね、こちらの授業講座、どれかね、興味があるものがあれば、えー、教材買ってみてください。めちゃくちゃおすすめです。もうそれぞれね、もう数百人規模でもう受講してくださってますのでね、かなりおすすめの講座になっております。概要欄に添付しておきます。はい。ということでですね、まとめを一言で言うのであれば、ま、だいたいなんとなく、適当にやってる勉強の積み重ねで、まあ、今後大事故とか通用しなくなる時がいつか来ます。だから、今日、 まあ、今日、今だよね。今が一番絶好のチャンスって時です。ちゃんと勉強するっていうことっていうのを今日ね、どういうことなのかっていうのをお話ししたつもりなので、まあその、大事故とか通用しなくなる時暗記とか適当にやってる勉強が通用しなくなる時までに改善しないといけませんよね。その時が来たらもう遅いので、そう。いさっき言ったように、このね、この方法っていうのは本物なんだけど、効果が出るまでちょっときついから、始めるなら今、低学年である1,2,3年生ぐらいからやっておくと、ここが、 このね、一気に実力が伸びる。何不自由なく自分で、で勉強できる。インターネットと紙とペンさえあれば、もう無双できるっていう状態になるまで。え、ここまでちょっと時間かかるから、ここを最、遅くとも、4年生までには持ってお来ておいてほしいわけですよ。編入の準備があるから。進学する場合はね。だから、始めるなら早めに。やってください。 よろしいでしょうか。はい、ということで以上でございます。まあ高専生で、まあちと英弱とか数弱ね。まあ、あまり言葉は良くないけど、まあ実際そういう人が、ね、だか三割四割いるのは間違いないので。もしこれはね、悩んでる人がいれば、まあ改善法特徴として今回上げたので。えー、ぜひとも実践してみてください。それでは、今回の動画は終わっていきたいと思います。新たな選択肢に、構成を。在校生向けの教材も絶賛販売中です。かなり人気商品ですね。 もう定期試験や大学受験を有利に進める人は使っています。第2本図書の教科書ガイド、解説書なんですよね。略解しかなくて勉強しにくい途中式をふんだんにめちゃくちゃ詳しく書いている PDF 教材になっています。ぜひともお買い求めください。短期受講生募集中です。4月5月6月ぐらい、定期試験対策だけ少し受けてみたいですという方募集中です。概要欄、コメント欄から体験授業のお申し込みをお待ちしております。大学編入への過去問、配布中です。 こちらのアンケートお答えいただいたら、大学編入、こちらでストックしている過去問、プレゼントいたします。ぜひともアンケートお答えください。新一年生向けの予習講座のご案内です。 前期中間試験が5月の末、6月頃にあると思います。そちらの対策のめちゃくちゃお得な講座になっていると思います。もしね、高専、新1年生、授業を受けてみて、ちょっとね、学校の授業ちょっときついかなって思ったら、こちらのね、講座受講してみてください。もうかなり強力なサポートになっています。100万円分ぐらいの授業がね、1万円分で販売してますから、こちらぜひともご利用ください。2年生向けの数学講座も開講中です。春季講座ですね。大日本図書の線形台数微分析分1を想像して いただけるとわかりやすいと思います。こちらの教科書まるまる一つ分、まるまる一冊分それぞれ解説授業をしています。予備校レベルの分かりやすい授業になっております。実際にこれを使われた方がね、大学編入を有利に進められたりとか定期試験で80点90点取れるようになりましたという声たくさんいただいています。ぜひともこちらご利用ください。高先生向けの授業資料も配布しています。こちらもアンケートを答えていただいたらですね、アクセス URL をお送りしていますのでぜひともご利用ください。